どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田と世界一かわいい日本ザルのカイくんでーす。頑張っていきましょうね。はい、で今日はですよ、ね、鏡ってあるじゃないですか。あ、すいません、で鏡ってあるじゃないですか。ねえねえ、鏡に映った、ね、自分を見て、こう、これが本当に自分だと認識できるかどうかって、結構知能指数高いんですって。映ってる姿がこう自分と同じ動きをするし、ね、人間わかるじゃないですか。でチンパンジーとか類人猿もわかるんですって。でどういう風にして映っているのが自分だと認識していると、はい、判断するのかというと、こういうね、こう付箋とかさ、なんでもいいんですけど、こう顔になんか貼って、よいしょ、ね、こう貼っといて、でこう鏡を見てそれを撮るかっていう、撮ったら自分のが映ってるっていう風に認識してるっていう風に判断するんですって。はい、そういう実験があって、でちょっとそれをカイくんでやってみようと。で日本ザルはそういうの認識しないと言われてるんですけど、こうだからもしカイくんができたらこれは革命なわけですよね。もうこう天才の域を超えてるぐらいのね、お猿さんになれるわけですよ。はい、ちょっとそれやってみようと思って。でもまあ、鏡をこう見たことがないわけじゃないんで、だから でもそこでどういう風に判断してるのかっていうのはね、ちょっとなんかやって詳しく、これどうよこれどうよみたいな感じで見せたことはないので、どうなんだろうな、どういう風に見てるんだろうな。まあいいや、ちょっとやってみましょうね。じゃあちょっとね、これを払って、さりげなく貼らないといけないからこれ。ね、でどこに貼ったらいいのかな、これってね。よし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 。速攻剥がしちゃうし。そらそうだわな。ここについてたらこれそらそうだわな。どうしようかね、どうしようかね。もうよしよし、頑張っていきましょうね、二人でね。よしよし、いいかな。いいんじゃないですか。じゃあちょっと舞台裏に、ここ舞台なんですけど、舞台裏にちょっとでかい鏡があるんで、それでやっていこうと思います。はい、よく分かってないでしょ。何これ、何今この何状況みたいな感じでしょ。でちょっと裏行こうぜ、裏。というわけで、はい、姿見の前に来ました。ちょっと見た今、見てごらん、気づくでしょうか。はい、ほらおいでおいで、ほら前見てごらん。でももう前って向こうよ、ほらほら踊りやで、前見てごらん、前見て前見て、ほらほら早くおるで、ほら。どうよ、猿いない、ほらほら前見て、これほら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 猿いない。不思議な光景だなこれ。これちょっとカメラ見て、前見て、ほら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 見つめ合って、どう、もう猿いるじゃん、ほら。近くね。その頬を寄せ合うの。めっちゃ見つめ合ってるけど。どう、何これ。で結局気づかないっていうことなのかなこれ。よし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 、お互いそんな気にしてないしね。ちょっとまあ気にしてるっていうか、全然お互いの存在を特に邪魔だと思ってないっていうね。近いね。一応気にはなるのか、でも気にはなるけど、そんなに別に嫌じゃないのか。全然気にしてないな。多分本物の猿に会った時よりも、だしずくちゃんとかさ一緒にいると構うじゃん。そうでもないから、なんかこういう絵みたいな、動く絵を見てるみたいな、そんな感じか。リアルだね。だ近いのよ。いちいち近いのよ。なんかでもなんか抱き合ってるみたいで可愛いな。一応気づかないっていうことでいいのかなこれは。ね。いいのかな。まあ、頭乗ってんだよこれ。ほら。おぉ、みたいな。何これみたいな。いや、あ、ちょ、くんじゃねえし。くんじゃねえし。
食いもんじゃねえから。泣き物にすんじゃねえよ。よく遊びでね、段ボールとか口に入れて遊んだりとかするから。そのノリで。うん。これ全然気になんないね、これ。うん。全然だね。こういうもんって感じだね。自分だとは認識してないけど、なんかこういう絵を見てるみたいな。動く絵を見てるみたいな感じですね。うん。なんか嫌がって威嚇とかもしないし。うん。かわいい。かわいい。